ティトス、ティトス、人とも伝統的教会では、聖人、聖教会では70門との一人に数えられる。使徒行伝にはその名前は出ないが、ガラテヤの信徒への手紙では、パウロやバルナバと共に、エルサレムでの使徒会議に参加したという記述がある。パウロは、ギリシア人であるテトスが滑稽を受けずに、キリスト教徒として受け入れられたことを強調しており、 テトスの両親は共に、違法人であった可能性が高い。パウロはテトスを高く評価しており、仲間、協力者と呼び、その熱心さを称賛している。コリント人への第二の手紙ではテトスは、エルサレム教会のための募金を、コリントで行い、また、パウロの手紙をコリントへ届けるために派遣されている。テモテへの第二の手紙では、テトスは、ダルマティアに滞在している。 聖書には、彼の死についての記事はない。伝承によればテトスはパウロによって、クレタ島の主教に認じられ、一世紀初めに、クレタ島で生涯を終えたという。彼の名を冠した、テトスへの手紙はパウロが、クレタ島のテトスに宛てた手紙である。ガラティアに、1にコリ8時23分ニコリ8、6にコリ8時18分、テモテへの第2の手紙おじ10分。 ありがとうございます。